窓の外広がる白い絨毯、初雪に心踊らせて、マフラーにコートかじかむ指先、ぎゅっと握りしめた冬めく景色が誘うから、飛び出したんだ、夢中で作り出したのは今年最初の雪だるま。冷たいほっぺた肉ついて、はしゃく私のコートも濡れる、明日もきっとこんな風に寄り添うの、スノーマン。越しに見つめるほどけた顔と、雪景色広がるアスファルト、マフラーに帽子つけて開けなきゃな、そっと凍えぬように眩しい声でか。はい、今週も始まりましたクラブパルヘジア。この番組はアジアンタムの高橋あさこ、中田あさこが、多彩なアーティストをゲストに迎えて今をハンドメイドしようという番組です。そんなに離れるの？あれ、あら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 
最終回ですよ。そうです、最終回。早かった、早かったですね。3回だけだったよね。3回だけだったね。はい、ということで、ぜひよろしくお願いします。ということで、はい、ゲスト紹介していきたいと思います、うん、はい、あ、大丈夫、書いてて。はい、まずはギタリスト佐藤和真さんです。よろしくお願いします。そして、みなさんです。みなです、よろしくお願いします。まずは軽く、まあ、出たことあると思いますけど、はい、まずは軽くね、自己紹介がてら、うん、はい、書いてある方から、はいはい、今日ね、いやびっくりなんですけど、あの無観客試合ですか。びっくりですね、なんか拍手の音がちっちゃいなと思ったら、無観客試合ですよ。寂しいね。これは何ですか、ね、すごい、なぜアウェイの環境でやってるんでしょう。このジャパンで、ジャパンでなぜアウェイの環境でやってるのかちょっとよくわからないですけど、ホームはホームなんだけど ね、無観客試合です。無観客、そう、言えてねえって。はい、じゃあ改めまして、はい、はい、これはい、ギタリストの佐藤和真です。もうこの番組ではね、あの、いつもお世話になってるので、はい、知ってる方も多いと思うので、今日は一日、本当にね、あの、喋りが下手くそなので、お手柔らかにお願いします。どうぞよろしくお願いします。お願いします。できた、はい。間に合った。間に合った。じゃあ、どうぞみなちゃんから。はい、静岡県富士の出身で、今東京で活動して、あ、こっちかな、こっちかな、すいませんな。みなと申します。よろしくお願いします。今日はギター、うん、ギタリストが2人ってことで、ちょっと待ってくださいよ。いや、もうギター弾き語りそう、そうでございます。そう、僕のちょっと業界一のライバルなので、ちょっとやっぱり今日はね、あの、ライバル視しながら僕はちょっとあのすごい練習してきたんですけど、やばい、余裕で練習してきてない。余裕で勝っちゃう。いや、才能ある人はね、あの、しょうがない、しょうがないですよね、あの、練習しなくてできちゃう。そうなんですよ。あげる、あげますね、今日はね。無観客だ、無観客だから。あ、そう、裏テーマ、裏テーマ、本テーマじゃないです。ああ、そうなんですか。あ、ギターレッスンなんですか。今日はでもギターね、ギターのトークもありますよ。ギター、ギターのトークもあります、はい、レッスンしてください。ギター講座がありますよ。それが、じゃあそれを中田麻子が弾けるまで、朝までやるっていう。はい、あ、これいいかもしれない。無観客だから、無観客だから、いい、なんか姉さんちょっとかわし方上手くなっちゃって、この人さ、この人最近思うんだけど、ちょっとさ、自分への害を減らすことにちょっと上手になった。ちょっと今日はね、そういうところ僕暴いてきますから。あのね、なんか最近私のカンペを隠しときながら何言ってんすか。僕ね、最近思うんですけど、中田あさこって最近ね、罰ゲームとかを自分に振られた時に、人に切り替える方法を覚えたんですよ。わかる、それすごいわかる。だから、ちょっとその辺を、あの、今日先に皆さん決めときましょう。中田麻子が、何らかの形で罰ゲームになることになったら、あの、皆さん僕に味方してください。はーい、そして、そういう決まり事に。そうしといた方が、中田麻子美味しくなるんでね。いや、そんなことないですよね。いつも見れない姿を見てこそ面白い。いや、楽しみだね、ギターレッスン、ほんと。いや、なんか観客、こっちの観客多いんじゃないですか。こっちすごい多いな。はいはいはい、キャン客、はいはい、キャン客、こんばんは。これどっからだ、これどっからだ、わかんない。いろんな人がいっぱい飛びに行く、下に行くの、すごいいっぱいいるね。下から上に、カズマ氏のトークに行きたいって書いてある。本当本当、ちょっと黙ってもらえるかな。いや、お客さんに突っ込むんだよね。ちょっと黙ってもらえるかな。本当にもう、本当にちょっと、うん、ね、すごい、みんな期待してます、ね。はい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 、もったいないやってます。はいはいはい、もったいないよね。今日面白いのにね。うん、そうです、ね。今日面白いのねっていう MC どこにいるの。そんなバカみたいなハードル上げるどこにいるの。大丈夫、あの、明日の会話いつも面白いですよ。そうですそうです。いつも面白いですよ。すごいですね。すごい自信ですね。この番組の MC ってこんなに自信満々にやって大丈夫ですか。大丈夫じゃないですか。こういうのも。いや、でも先ほどね、中田麻子さん言いましたけど、今日は高橋パスタちゃんは、ごめんなさい、パスタちゃん、すげえ普通に言うじゃない。高橋飛鳥ちゃんはちゃんと台本にきっちりね、赤ペンで修正をかけてもうきっちり勉強されているということなんですけど、でも中田麻子の方は私余裕という感じで、あの、すかしていたので、僕がね、先に台本を奪っちゃったんです。おかしいですよね。なので今日は、あの、段取りを、あの、問うときは全部中田麻子主導でいいと思います。オッケー。いや、意味が分かんない。MC が自由派で一番ダメだから。肝心なところだけ
け入れて入れ込んできますから。ガチでないんだ。ガチでない。取り戻したのかと思った。そうそうそう。そうそう。タイムキープも全部中田あさこ主導でやっていかないと、今日番組が押したらもう自動的に中田あさこ罰ゲームでいいんですよね。やばいね。でも10時までにきっちり終わりますからね今日。きっちり終わります。行きましょう行きましょう。こんな飛ばしますよ。いいですよ。そっちも考えたコーナーですから飛ばしたって。ちょっと聞いてください。どんな MC だ。はい、ゲストのライブですよ。はい、うん、早速ね、どちらから行きますか。じゃあ先どうぞ。じゃあ佐藤が先に行きましょう。はい、カズマさんから。はい、はい、ね、はい、マジで、いやいやいや、今週のプレゼントは今のうちに。そうですね、お伝えしていきましょうか、はい、ご紹介しましょう。はい、はい、まず、はい、トゥルーカラーズアルバムボリューム2。こっちだ。あ、ないよ。そっちないよ。ないよ。カラーズアルバムボリューム2。アルバムないな。ないよ、ステッカーですか、うん、でパルヘジアステッカー、うん、それも書いてある。アルバムのステッカーじゃないですか。あ、そうか、んボリューム2の特製ステッカーってことなんですかね。へ、そんなのがステッカ ー, ッカーパルヘジアステッカーとパルヘジアステッカー、はい、うんうん、と若林美希さんミュージックアートならドット FM 番組ステッカー、はい、ステッカー、はい、あ、MC マイクないけど、それ借りる、喋んない、はい、そして今泉セリナさんサイン入りポストカード、はい、そして宴さん提供インチキマンションお笑い CD、はい、そして番組コーナーで使用したスケッチブックの紙、はい、はい、紙、はい、あの今書いた殴り書きのね、私の汚い字ね読めないという、はい、番組終了後の集合写真サイン入りということで、はい、はい、以上プレゼントということですね、はい、で、あの今月の今週か今日から12月に入りましたが、今年中にやっておきたいことはっていうのが番組の、今日のテーマですので、うん、はい、はい、あの、はい、ソーシャルストリームタイムラインへの書き込みお待ちしております。ぜひぜひよろしくお願いします、はい、こちらのねコメントからたくさんのね、うん、あのそうですね、コメントをいただけるとね、参加してもらえたら、はい、で、あのプレゼントの応募方法は、はい、番組スタッフが応募用ハッシュタグをツイートします。はい、うんうん、なのでそのハッシュタグをつけてコメントしていただくということで応募となりますので、うん、はい、はい、バチコイ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 です、はい、はい、あとね、あの12月の誕生日の視聴者さんを募集ということで、はい、毎月1回その月にお誕生日を迎える視聴者の皆様に、番組にゲスト出演いただいて、アーティストの皆様を お祝いするということで、番組後半にバースデーソングでお祝いします。はい、はい、なのでお誕生日の方タイムラインに、お名前と誕生日をお書きください。はい、ぜひぜひぜひ、では大丈夫でしょうか。はい、はい、カズマさんお願いします。
シュタグが、はい、はい、書かれましたね。あ、読んで読んで。今夜も姉さんのやっちまったに期待。イエイ。すごい、さすがカズマ氏のテクニック。姉さんって誰？あなたですよ。あなたです。私の片男ですから。別に誰って言ってないあれですね、先にちょっとね、うん、初めて見る方もいるので僕と中田麻子の関係性を先に言っといた方がいい。そうですね、そう、言わなくても大丈夫ですよ。じゃあ僕が言います。はい、お願いします。ですね、僕と中田麻子はですね、もう、2年近くですか、ネットラジオビートルーズというのをやってまして、はい、そこでですね、ある意味親近感を込めて僕は姉さんと呼ばせていただいているんですけど、うん、まあ、そこで割とその中田麻子が、犯してきた伝説そうそう、犯してきた、ね、伝説を叩いていこうという、ある意味そういう番組なんですけども、まあ、そういう関係性がありまして、割と姉さんには厳しめなワードでね攻めると思うんですよ。そう、厳しめなワードで攻めていくと思うんですけど、どうかね、初めて見る方もあったかい目でこの2人は仲がいい夢でやってるんだなっていうことを分かっていただければ思います。どうぞ最後までその感じでお付き合いください。もう全然面白くないよ、全然面白くないよ。そう、怖くが久しぶりに出てきたの、ね、いや、いいですね、いいですね、うん、遊び心あるスタッフですね、うん、そういう技も、うんうん、めっちゃジャックされてるけど大丈夫ですか、これジャック、すでに、なんか何カズマ乗りになってきた。本当、でもあれ見る限り割とね、ユーストの方もね、ユーストじゃない、ごめん、ね、こっちのタイムラインの方もね、うん、割といろんな知ってる人たちで覆われてるのでちょっと身内感強すぎねえかなって思う感じもあるけど、まあね、それはそれはそれで楽しいかな、うんうん、だってすげえ見覚えのあるレッサーパンダいるもんね、やっぱりね。レッサーパンダだなと思って、うん、ではいつも見てくださってありがたいですよ、ありがたいですよ、本当に、うん、進めてください。はい、じゃあ次いきますか、うん、あー倒れた、うん、やだな、この次さん、皆さんお願いします。そう、みなさんはね、僕がね、本当尊敬してやまない先輩なので、ちょっと、ちょっと、いや、今日はインストなんですか？あ、言わないでください。今日はね、僕の大好きなみな先輩のインストが見れるということで、すごい、すごい楽しみにしてたんですよね。アジアンタムも一度共演してますからね。あ、そうか。そうです。ハロウィンライブで、ね、コスプレでね。そう。恐れ多くもなんですけど、僕がね、自主企画をやった時に、ちょっとミーナ先輩出ていただけませんかということで。で、その時ね、僕もね、なんだろうな、すごい下からよかったらセッションしていただけませんかということで、その時にね、僕緊張しながら弾いたのを覚えてます。じゃあ、もう曲振ってください、じゃあ。いいですか、ご用意はできました。はい、皆さんお願いします。はい、はい、
ます。はい、いや素敵、ね、いや素敵。そうだ、私もギターレッスン以来ですよ、そのインストっぽいの聞いたの。まじさ、今日のことすっかり忘れてて、うん、すっかり忘れてて、インストだったっけってここに来て冷や汗でしたよ。冷や汗の割には十分弾けてたんじゃないですかね。久しぶりに弾きましょう、あれ。いやでもいいですね。僕もあね、この今の曲を、ね、コラボさせていただいたので。そうなんですよ ね、 ね、一緒にやっていただいたんですよね。さあ、そんなわけで、はい、はい、ちなみに、じゃあ超基本的なことなんですけど、ギターを始めたきっかけっていうのを聞いてもいいですか。うんうんうん、全部僕主導で始まるんですか、これは。たまにはこっちからでもいいんじゃないですか。私ギター始めたのは、うん、中学の時にエレキから触ったんですよね。うん、エレキで557188が大好き で、うん、でそれでずっとコピーバンドやってて、うん、でずっとこう東京来ても、あの静岡から東京来て、あのバンド活動やってたんですけど、うん、2013年の春頃にそのソロ活動しようと思って、でそこから猛練習してアコースティックちゃんと弾けるようになったんです。まだ2年くらい。あのギター、うん、あの奏法にしたのは、指弾きにしたのは2年前からですね。だって最初出会った時、全然ピックでやってた。あ、そうなん、うん、すごい、ピックしか、ほぼピックしか弾けなかった。私は見た時はもうすでにもう確立されてた。これでした。僕があった時もでしたよ、もうすでに。フィンガーピックの、スリーフィンガーの綺麗に弾く人がいるなと思って。いや、スリーフィンガーっていうんですか、私の。まあ、割とその女性のな、ね、あのギタリ、まあ、ギター弾きか、弾きね、うん、あのシンガーの方で、あそこまでね、あの丁寧にいろいろな技術を使って弾かれる方が、まあ、決して多くはないので。ああすごい目を引きましたよね。すごい。佐藤和真さんが、ニーナちゃんがすごい良いという噂を聞いてから始めてきましたよ。そうでしたね。なんかそういう、そうラジオでもね、言ってたしね。ね、MC ずるずっこけますけどね、だいぶ。MC ずっこけますけどね。うん、ギターはできても MC 全く喋れないっていう。ああ。いやでも そこがね、あのいじりとして、あの通じる部分があったなと思って中田あさことね。そうそうそう、あのこうですからね。こまだ私こっち寄る、そっち寄るとポンコツコンビになっちゃう。そっち寄るとポンコツ側になっちゃう。大丈夫大丈夫。ポンコツです。ほらポンコツ2人いたら最強ですから。あ、本当ですか。ポンコツ2人最強なんですって。頭ができた。はい、いいよ、もういくらでもディスってくれ。はいはいはい、そしてギターを持ってきた。まあギターレッスンですからね、せっかくだからギター持ちながらの方が、はい、やかんやで喋りやすいのかなという気がします。はいはい、先生はいつ頃からやってるんですか。僕はですね、小学校5年生の時に女の子にモテたくて始めたんですけど、そうで僕もエレキ出身です。あらエレキ畑、エレキを何年やったの、10歳で始めたので12年やってからアコースティックギターを始めました。なのでいまだにエレキの方が歴でいうと長い。まあその要はその22でそのパタッとエレキ歴がなくなったとしても、うん、まだエレキの方が歴が長いですね。やっぱりもちろん下地は多分そこなんですけど、アコギでも。アコギに変わったきっかけは何ですか。ですね、アコギに変わったきっかけはアコギを買ってしまったからなんでしょうね。多分そうなんでしょうね。アコギを買ってしまったら、うん、そっちの方は双方に行くっていうのはなかなか珍しいないですか。あ、そうそう、僕結構あの YouTube をね、あの結構しっかり見るタイプなので、しっかり見るタイプってその割とね、あのウェーブしながら見ていくタイプなので、そうしてるうちにやっぱああいう、ね、あのギターを叩く奏法っていうのがあって、それを見てるうちになんとなくアコースティックギター、まあ、本当のきっかけ言うと、あの友人にあの一人ピアノメガネがいるんですけど、そのピアノメガネがですね、まあ、ちょっとまあアコギの音をあの今やってるユニットで入れてくれないかということで、あ、俺アコギちゃんとしたの持ってないよ、ちょっと見に行こうかって楽器屋、今も忘れません、あの池部ハートマンズギターですよ。渋谷お世話になってる、あそこに行った時に
え、じゃああれが一番最初なの？そうです。そう。そのね、あの買ったアコースティックギターを今。じゃあそこに釣りましょう。今ありますか？そう。そう、僕その時ね、あの出会ってしまったギターはね、もうこのイオギチャイナスクエアに寄贈してしまったので、そうあるんですけど。寄贈して奥の方に行っちゃった。いらっしゃる。まあまあまあいいですよね。そう。そう、それであの全然2人とも話聞いてくれないんですよ。ここの MC は全然話も聞いてくれないんです。そうそう。で、あのね、あの出会ってしまったので、それであのピックアップというものをつけて、うんうん、それからあのレコーディングに入ったのがきっかけです。うん、はい。うん、そうなんですね。なんか用意してくれ、うん、来ますよ、来ますよ、来ますけど、来ますね、うん、それってチューニング合ってんのかな。ほぼほぼ合ってる。本当？どこのなんですか、これ。同じヤニです。これです。あ、これ見えないね。こう、これ SEI だよね。かわいいですね。そう、かわいらしいでしょ。俺アコギがその最初ね、どういうタイプがあるのかって知らなかったから、うんうん、中古で見つけちゃって弾かせてもらったら、なんかすげえいい音だなと思って、うん、そう、SEI さんの中古で見つけてね、これ弾いたんですけど、かわいらしい音、うん、っていうか、なんか弾きやすかったんです、うんうん、あのアコースティックギターって僕の中でエレキから移動したときに、あ、弾きづらってすげえシンプルに思った、うん、だけどこのね、中古で出会ってしまったこいつはね、俺は弾きやすいぞっていうふうに言ってくれたので、うん、即買いでしたね。うん、その後ね、その後やっぱピアノメガネに行っちゃったもんね、買っちゃったっつって買っちゃったっつって。そうですよ。え、今の使ってんのとフォルムとかはほぼほぼ一緒なの？何ですか、あの厚さとか。全然違う、全然違う、全然違う、うん、全然違う、鳴りも違うし、こっちはまあ、あの抱えやすいですよね、うん、腰のシェイプ、ウエスト、ウエストがね、分かるかな、太さ違う、横向けるとね、分かると。あ、本当だ、違うよね、本当だ、ほら、全然違う、全然違う、そう、で、やっぱこの、こっちの方、この首でですよね、やっぱ基本的にウエスト、ウエストがやっぱ抱えやすいっていうのは、女性の方が、あの、引きやすい。そうそう、これちょうどいいんですよ。うん、だから最初はね、それで、ちょっと僕もあのエレキからアコギに浮気をしてしまいまして。そしたら僕やっぱ一途なんで、ちょっとアコースティックギターに、そう、浮気のまま、そのまま一途な。浮気が本気に。そうそうそう。そうそう。そんな感じです。これヤリの特徴はなんかネックの太さも随分と、ネックの太さもね、そのメーカーの中でもいろいろ違うタイプがいっぱいあるので、うん、一概には言えないんですけど、うん、なんかその時あっちゃったんですよ、この子が、うん、この子のネックが、うん、あっちゃったんです。それだから細いんですか、これ。いくらか細いです、うん、し、原稿がやっぱ低かったので弾きやすかった、うんうん、もう本当あの一言で言うのは出会ってしまったんだって、それだけです。せっかくなんで、うん、なんかレッスンしてくださいな、うん、してくださいな、はい、何か教えてください。じゃあ永田先輩ちょっとギター持ってくださいよ。あ、じゃあこれ、永田先輩、じゃあ皆さんそのね、自分の持って、あ、じゃあ自分の持ってくださいか、はい、アスポンに教えた方がいいんじゃない？だって私何もできない。初心者がどのように上手くなっていくか。これって今あれですか、結構ギター隠れちゃってますか？あ、いや、そんなことない、そんなことない、大丈夫ですか、うん、こっちカメラだとそんなことない、はい、下がり、こっちな、じゃあレッスンをするんだったら、やっぱり何を教わりたいですかっていうところからやっぱ生徒さんに聞かなきゃいけないので、僕もたまにねレッスンやりますけども、やっぱりその生徒さんに合った、これこういうことをやりたいんですっていうことを軸に。インストやりたいですよね。インストやりたい。だからメロディー付きのフレーズ、なるほど、メロディーを弾きながら伴奏を弾けるようになりたい、ね、はいはいはい、それが新曲よ。ソロギターとは違う、ソロギターですよ、もう言ってみれば。ソロギター、さっきそう、シンプルなのはさっきミーナさんが弾いてたような、あのベース音を弾きながらメロディーを弾くっていうのが一番シンプルなパターンで、僕自分の曲でもあの恐れ多いんですけど、例えば C っていうコードがあるじゃないですか、 C っていうコードはベース音がこのね、5弦の3フレットに当たるわけですね。ここ、でもここと同じ音ってここにもあるんです。はい、6弦のね、8フレット、つまりあのこっちの方で高いメロディーを弾きたいときにベース音はここを選択すればいいんですね。そしたら弾けるって、例えばこれが今後ろ、まあ、これだけでもシンプルなメロディーになってるし、それを例えば僕の曲でみたいな感じ
感じでメロディーをそのポジションに合った、ね、高さに合わせてベース音を選びながらっていう、今一番シンプルなね、どんどん音を下っていくっていうベース音が下っていってメロディーがいろいろつまびかれるっていうパターンなんですけど、うん、これが厄介なのはベース音があちこちに行くときですね。で、うん、1個ずつね隣に行ってくれたらそんなのすごい楽なんですけど、うんうん、あちこちに飛ぶ場合があるので、そういう時が詰めていくの、まあその段階を詰めていくのが醍醐味みたいなところありますよね。うん、あとはこれやりましょう。これ多分皆さんやりたいんですが、このボディの、ね、うん、ボディを叩きながらの奏法、はい、パーカッシブな奏法ですか、うん、多分皆さん知りたいと思うんですよ、はい、これね、実は僕がね、一番ね、レッスンしたくないやつなんです。真似されると困るというのと同時に、僕レベルの人がこれを説明したらいけないかなっていうのがちょっとあるんですよね。これやっぱり業界ではもうやっぱりね、ペッテリ・サリオラさんという人が発案した奏法なんですけど、これをやってる人が今非常に増えてしまってお前それ違うよパターンが平気で出てくるようになっちゃった。ちょっと前まではドヤ顔でこうやるんだよって言えたんですけど、だけどもちょっと軽く言うと、ドンとパンがあるのが基本的にこのドラムの音ですね。やりたい、ちょっと待って、やりたい、これね、視聴者の皆さんね、これ多分今から退屈な時間が始まると思う。非常に退屈な時間があると思うんで、普通に持って、普通に持って、そうそうそう、今そうですね、違う番組行ってもいいですよ、違うユースト行ってもいいですけど、後でちゃんと見てくださいね、これ、うん、そう、ここがですね、パームと言いまして、この大体この辺ですかね、うん、この辺でドン、ドンで、大体叩く場所はですね、こことこの中指なのかな、中指あたりでこの指板の上をポンって叩く。指板叩いてね、叩いてね、離す、離さない。上だね。閉める。指板だからもっと黒いとこだね。黒い、そうそう。ここ。いや、もうちょっと黒いとこ。そうね、そうね。なんかね、本当ドラムの小太鼓、小太鼓わかりますよね。小太鼓を叩く、ポンってイメージ。あ、ここ押さえるんだ。押さえちゃダメで、跳ねる。そう、弦はこう押さえて、そう、あ、もう今ね、この説明してる時点で僕がちょっと嫌になってるのは、お前それ違うよって言うのがもうすでにね、多分ね、10人ぐらいはお前それ違うよって言ってるのがすでにいるんですよ。なんでかというと、そのね、叩く位置も人それぞれなんだよ。あ、これが今芝を叩いてる状態ですよね。これが、お前こっちだよ、叩くのはこっちだよ、ペッテリサリオラこっち叩いてんだよみたいな、もうそれ叩く位置からね、そう、みたいなところもあったりとかして、まあ、説明を嫌だなと思いながらやりますよ。そしたら、すごい楽しい。例えばこのチャカ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 っていうこのフレーズがありますよね。これを合わせながらやっていくっていう。できない。はい。ここまでが一応なんとなくのワンセットだと思ってください。ただもうすでに僕には画面の向こう側でお前ふざけんなそんな声教えてんじゃねえっていうのが聞こえるんですけども、もっとちょっと厄介なことをやります。こっちを裏拍で取ります。うわさっきはこっちで全部ね8を刻んでました。チャカチャカチャカ、こっちを4にしてください。もうやめた方がいいんじゃないか。閲覧数減ってくんじゃないのかこれは。見てるとあーっと思うけどね。そうなんです。これがねユーストの画面の向こうの皆さんにどれだけ伝わるのか。うん、分からないけども、佐藤和馬個人レッスンやってますので、ぜひぜひいつでもご用意。はいはい。てか閲覧数上がってんだけど大丈夫。閲覧数が上がってる。なんと、なんと、ありがたいですね。数字持ってるかな佐藤は。大丈夫かな。はい、いや楽しい。たまったのこれは。はい、もう多分この先はYouTube 見てくださいぐらいにしといた方がいいと思う。うん、そう、まあそれはそれはそうか。あとはじゃあ初心者の子が一番最初に練習するとしたらどんな。好きにやると言いますか。初心者の子が一番最初にやるときに。
僕は、うん、あのラルク・アンシェルの虹が弾きたいですって言ってあのギター教室に通い始めました。へー。っていうことをから始めました。いきなり始めました。だからここがド、ここがレ、ここがミみたいなことはやってないです最初。なぜならこんなものは教わるより慣れろだからです。うん、後々あここがドなんだっていうのを後々気づく。弾いてたフレーズを後々なんか結果論で追っていく方がプロセスは早いです。うん、例えばねあの、うん、日本はいいですけど、この子永遠と叩いてる。いいです、それでいいですよ。あいいね。多分叩くな、そうギターの教則本に叩くって載ってないからもうすでに成長なんですよ。おお、確かに。そんな教則本基本的にはないんですよ。ないないない。初心者用に叩いてくださいっていうやつがあったら、僕はもうそれは最初からあの日本のやつじゃないなと思うんですよ。だから叩き始めたのだってもちろん日本の人じゃないと思うし、もともとはねやっぱフラメンコであるとかスパニッシュ系の、おそらくあそこだと思うんですよね。そうあれだと思うので、なので、あの初めに何をやりたいかってこれ確かに聞かれるんですけど、やりたいもののいきなりコード譜を買っちゃいなさいと、で知ってる人のところに行ってこれどうやって弾くんですかって聞いちゃいなさいと、それが手っ取り早い。ここがドでここがレなんてやってたら楽しくない。そんなものは楽しくない。C がこれっていうのを知ったらもうあとはもう次もうコードはもう自分がやりたい曲もそれを送っていけばいいじゃないか。なあ、いつまで叩いてるんだ。言っとくけどな、これ結構拾うんだぞマイク。この打音が結構一番広い。そう、ここの MC は本当に話を聞かねえな。リスナーとね、あの画面の前の皆さんの方がよっぽど優秀に聞いてくれる、いい生徒やってくれてる。楽しかった。こんなとこですかね。ニーナちゃんのギターです。聞きたい。先生、お願いします。やだ、だったら繋がってないもん。お願いします。いや、これはっていうやつ。え、これは、いや、なんか曲のフレーズで言った方が早いんだと。じゃあ、私の得意なやつで。お、いいね。いいね、乗ってきたよ。あ、でも皆先生乗ってきたよ。私の曲でレースプロっていうのがあるんですけど、みんなこうかっこいいって言ってくれるんですけど、やってることすごく単純で、はい、ただの4連なんです。こういうのがあるんですけど、ただの4連です。タラララ。ニーナちゃんはすごいテンポが正確だよね、いつも。意外にそうでもないですよ。そう、うん、あのフレ、あの、うん、A、B に来たら走るみたいな。姉さん、話が逸れていくからさ、頼むよ、MC。流れだもん、流れを、ね、頼むよ、ね。4連っていうのはもうちょっと具体的に。具体的に、そういうのがね、ちょっと苦手で。まあ、16分。なんかイメージで言うと、親指から薬指までを連チャンで。これを基本的に割と3フィンガーっていうことが多い気がします。私は習ったことがないので、全部独学で見て覚えるんですよ。もしカズマさんだったら、こんなんかこういうのやってんなって言って、ライブ見て覚える派なんで、盗んでくるね。いや、盗みですよ、本当にね。盗み合戦ですよね、こんなのね。今、ラスギア、サンデーラスギア。これ、そうだね、弾いてる時。一番いいかもしれない。盗むのが楽しいんですよね。できたよって言って、そうそうそう、本人。ニーナさんがこの笑顔になるときは、このギターを弾いてるときとあのビールを飲んだときなんで。ほら、そう最近は飲んでないのよ。偉いんだよ、じゃあ。そうなんですよ。今、盗みたい、なんかフレーズは。フレーズとか、フレーズというか、やっぱり私もちょっとボディ叩きたいなって思って、あの本当多少でいいんですけど、でも私 あのギターがピックアップの問題で、ほとんど鳴らないんですよ。さあ、皆さん、まずピックアップを説明しないといけないんだ、これは。そうだ、これ初心者の手でやらなきゃいけない。これが難しいんだ。ピックアップって何？ピックアップ。タクシーですかみたいになっちゃうから。タクシーみたいな。乗らなくていいんだ、ここは。ここは乗らなくていいんだよ。乗ってしまったよ、それ。乗らなくていいんだよ。ピックアップの説明だ。ピックアップというのは、弦のこの振動を拾う、あのそれをあの増幅して出すみたいな感じ。難しい、なんだこの増幅。要は単純にあのギターの音をアンプを通して出しましょうっていう機械、
うん、はい、なのであの、ね、ギターってあのライブの現場行くとなんかマイクで拾ってるみたいなイメージもね、未だにやっぱあるとは思うんですけども、その手間って邪魔だよねっていう話で、なんかもうちょっと楽にできないっていうので、例えば今これついてるの見えるかな、これこれとか、あの2つつけてるの異端児ですからね、この2つつけてるやつもうバカですからね、はい、気をつけてくださいね。これね、例えばこういうこと、例えばこれは弦の音だけを拾うやつで、先ほどミーナさんが言ったようにボディを叩くためには、こいつはねボディは拾ってくれないでしょ、ドンってやっても。そうなんですね。なので中内側にね、コンタクトマイクといって、その要は貼り付けタイプだったりとか、コンデンサーマイクっていって、要は拾ったりとかして、ドンっていう音を拾ってくださいっていう、あの、ね、そういう性格のピックアップをね、あの、そう、つけてあげないとダメなんです。私のはここについて、あのブリッジの下に、ブリッジを説明しないといけないブリッジを説明しないといけないんだよ。このね、ここのところがブリッジって言うんですけど、その下に、うん、あのピエゾというのが入ってて、うん、それで拾ってるんですけど、全然これがね、はい、うん、それもここしか、ここしかなんないんですよ。そういうことなんです。さあ、これで分かったの、俺がギターを教えるっていうのがいかに嫌なことか。全然ね、これは。そう、俺らにとっては当たり前の単語が、ね、画面の向こうの皆様にとっては、お前何、英語喋ってんのってなっちゃうから。ピエゾ誰みたいな。そう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 。なので、ちょっと厄介なんですけど、詳しくは佐藤のレッスンの方でね。ぜひぜひ。はい。はい。はい。うん。まあ、どうですか、あそこ。叩くのがとにかく楽しかったそうなんです。もう、ね、みんな叩こう、叩き人生を増やそう、ね、練習が楽しくなることが一番なので、うん、あの本当にあの最初に言いましたけど、あの本当にあのどかどうとかどうでもいいです、うん、音が出てなんか 歌う人は歌えたらいいじゃないですか、うんうん、ギター好きな人はその先詰めていけばいいじゃないっていう、うんうん、っていう感じです。はい、はい、すごい、なんか超真面目音楽番組ですねよ。というわけで、うん、ギターレッスンコーナーでした。はい、たお、はい、うん、イエス、うん、では、うん、次の企画いきますか。はい、どうぞ、うん、今の時点でだいぶ、うん、押してるよ、うん、大丈夫。次のコーナーは、はい、アジアンタム持ち込み企画。なんと、ほい、タイトルは、うん、タイトルは、中田さん声ちっちゃくないですか。ちっちゃくないですよ。なんかどうですか、これが、これ貼ってくださいよ、高橋さん見習ってくださいよ。あ、うん、ピエゾ説明、あ、なんかリン、これはどうしたらいいですか。じゃあギター置きますか。ありがとうございます。でもなんか書いたままでも、本当にでもスケッチブック使うよ。スケッチブックを使う、使いますよ。なるほど、はいはいはい、いいよ、説明、はい、説明してください。タイトル言っていいかな。どうぞ、うん、はい、これは何でしょうのコーナー、うん、イエイイエイ、やっぱり何でしょうのコーナーそう、要はですね、はい、例えば、まあ、何でもいいや、水、うん、水の説明をするんですね。例えば透明とか、まあ、何でもいいんだけど、飲み物とか、うん、水って言わないで、うんうん、言わないで、そうそう、で、それで3つぐらいヒントを出して、うん、さあ何でしょって言って、うん、こっちはバレないようにヒントを出していく。バレないようにヒントを出すのって簡単じゃないですか。バレないようにヒント出すでしょ。バレないように、うん、で 逆がいいんじゃないの、分かってもらうように3つヒントで言った方が。いや、書いちゃった。オッケー、バチコイ。バレないように言うのは簡単だよね。遠いヒントを与えればいいですよね。遠いヒントを与え続けて、どちらが対決で、あ、対決するのね。これはアジアンタムチーム対ゲスト2人、はい、あそこ置くのあるんじゃない。じゃあ1回やってみましょう。あのちょっと僕もあのごねてもしょうがないので、はい、もう1回やってみましょう。はい、というわけでじゃあ、うん、席替えする、席替えします。じゃあ勝間さんとしてだね、はい、うん、まず僕が2本チェンジで、はい、あ、こんなところにシートクッションがある。あれ、これはなんか朝子なかったビートルーズって書いてある。姉さん、宣伝するのもっと声張ってちゃんと声張って、マイクが遠かったんですよ、はい、と、はい、うん、いうわけでじゃあですね、はい、あの、うん、本当は同時にやっていきたいんですけど、交互にそのヒントを出し合う、うん、でも分かんなくなっちゃう、分かんないので、うん、じゃあとりあえず我々から、うん、はい、とある
とあることについての、はい、そうです、はい、当ててください、はい、僕たちは答えればいいだけなんですか。答えればいい。あ、じゃあ問題作るんじゃないですか。問題後で作ってください。後で作る、はい、そうです。時間食うやつだね。だからなかなか、はい、大丈夫大丈夫、一問しかやらないから全然解いてくれたら書くのに、はいはい、よろしいですか、うん、はい、はい、いきます。1個目のヒント、うん、よっ、端っこ、端っこきた、端っこ、はい、えー、いいですかね。何でしょう、は、何でしょう。ちょっと待って、ちょっと待って、なるほど、なるほど、はい、一つ言うか、お前バカだ。いやでもそうですよ、と答えていかないと、はい、どんどん答えてください。今誰もかもが、うん、はって思った。これヒントですよ。端っこ、端っこ、え、1個言ったら1個答えて、そうそう、答えてください。あの、いくつも答えちゃダメ。1個で1個、こっちから質問ができないと思う。そしたらね、うん、ヒント3つじゃなくなっちゃうから、そうそう、じゃあ1個ずつも答えていくしかない、うんうん、端っこ、端っこ、端っこね。世界の終わり、そうきたか。ちょっと今ね、ひねってみた。いろいろひねってみた。綺麗ですね、うん、ブーブー。じゃあ2つ目、だいたい茶色。偏見、偏見って書いてある。かっこ偏見です。これアスポンの完全なる偏見です。だいたい茶色、だいたい茶色、だいたい茶色、そう、枝毛、枝毛、ブー、違う、うん、じゃあ最後、もう最後かよ。最後いきますよ、これ分かりやすい、ドン、は、ドン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 、ヒントですよ、大ヒントですよ。なんだ。大ヒントですよ。なんだ。今流行りですよ。流行り？うん。流行りっていうヒントを与えてもらう。これ一番、うん、流行りに言っといぞ、私は。流行りっていうヒントを与えてくれればいいのに。これが一番流行り。これが流行り。結局違うところがヒントになってちゃうからな。あ、あ、分かった。壁ドン。違う。惜しいな。惜しい。ちょっと待ってね、うん、し、俺まだ答えてないんで、あ、うん、あ、いいし、いいよ、いいよ、いけ、そうか、ドーンか、うん、欲しいんだって、ドーン、ドーン。そんなに考えるっていう。ごめん、俺ね、リアルな話、さっき、あの、その、壁ドンを聞く前の答えが俺、チャーシューだった。え、チャーシュー、端っこ。チャーシュー、端っこが茶色なんだ。それは、中は、中は大体茶色、大体茶色だ。ドンだから、チャーシュー丼。なるほど、なるほどね。全部俺、ヒントあっちゃった。答えが一つじゃないっていうのはなしにしよう。あ、なるほどね。もう、この3つのヒントだったら、まあ、答えこれしかないよねっていうのになっちゃうと。言われてもな、もう、答え。でも、答え。なんだ、なんだ、なんだ、なんだ。答えが来た。じゃあ、参りました。はい。答えが来た。アジアンタウンの正解は、壁。うん、ほぼ合ってんじゃん、お前。ほぼ合ってる。ほぼ合ってんじゃん。ちょっとげんなりしちゃう答えぐらいしちゃうが、うん。でも考えちゃったら、うん、じゃあ、2人、2人、2人、はい、こういう感じで、はい、しかもチームプレー、チームプレー、チームプレー、全く考えてないところからの、はい、ゼロからのスタートです。ゼロからのスタート、ゼロからのスタート。むしろこの間にアジアンタウン一曲やってくんねえかなぐらい。あ、じゃあやりましょうか。あ、やろっか。いいですよ、やろやろ。その流れでも大丈夫、大丈夫ですよ、全然大丈夫。その方がいいと思う、ね、じゃあ行く、うん、ちょっと時間かかる。あの、もし、もし、あの、場合によったらアンコールって言いますからね。アンコールはなしですよ。これいいの。あ、これ渡されたの。どうしようね、これ。シリア、前から言っていいの。困ったね、これは困ったね。ヒントか。これ新しいんじゃない、これ新しいんじゃない。みんなパイロット。でも、これっぽい。あの、聞こえないようになってくださいね。じゃあ、そっちを。雨のせいだ。
げやりになることによっちゃう前にここから逃げ出そう。泣いたっていいじゃない、雨音に紛れて叫ぶのさ、今日だけは雨のせいにして、足踏みした迷路の中ロンリネス、夢に逃げるようにボリュームを上げて、白い靴を汚した、何のためにかけたのだろう、大事なものは見えぬ眼鏡、我先に急ぐ足、ゴールはどこだ、きっともっと先の場所、泣いたっていいじゃない、雨音に泣きれて叫ぶのさ、結構無茶無茶だけど作りましたよ。やりましたよ。じゃあ、こういうのね。あ、蓋がいない。大丈夫ですよ。はい、帰ってきてください。いない。
暴走親子共演書いてありますよ親子共演これそれどうじゃないの親子共演はどういう意味で親子共演なんだろうね親子って何、うん、えルミコルミコルミコの説明からしなくちゃいけないけどうちのルミコ母、うん、母だね母親のルミコ母とねあのカズマくんがちょっとしたランデブーの噂がねちょっとあのカメラもらっていいですか一夜ランデブーの噂がねルミコさあ行こう切り替えていこう、はい、新しいパパが、ねはいはい、え、なんだろうえこれ分かんなかったらアソポンが罰ゲームでいいのかなもちろんこれそれは最初決めたからねそうですよね中田さんは両方とも展開しなきゃいけない、うん、パスタちゃんは分かっても言っちゃうのよ、ね、2つあるの2つあるよえサクッとありますからサクッとあるからサクッとあるからサクッといきましょうえはいはい、今日あれじゃない、連帯責任ですか、はい、それぐらい連帯責任じゃあ、はい、はい、じゃあ最初、はい、雨に聞く、雨の日に聞く名前ヒント1名前、うん、雨の日に聞く名前、うん、人の名前だからヒントはそれ、ヒントそれ以上になっちゃうからさあこれでも当ててかなきゃいけないヒント3つですかさっきのよりはいいと思うないいぞまあ、弾っことかいいぞ、いいぞもうここで決裂してるからもうさっきのコンビなんてもう日の日に聞く名前、うん、名前、うん、浮かんだ梅雨違うな日の日いきましょうか行っちゃう行っちゃうか、うん、サクッと行こうサクッとね、うんうん、とりあえず次にこれがあればはいどうぞ生き物の、うん、カエルはい、次、はい、あれでもなんか、はい、次だよあ、うちが言っちゃった次だよアスポン次行こうよ、次行こう相談しようとして相談しよう言っちゃったから今夜これもう自動的に中田さんも答えられなかったら罰ゲームですよえん夜2問あるんでしょ2問あったって1問間違えたらダメですよえ今日は完璧今日は完璧な MC を遂行するって自分で言ったんですよ台本なしでだけど2人でが MC ですよいや、僕は中田さんに出してるんですよ。え、今日はゲー…だって、あなたの MC じゃないでしょ。この2人めんどくさいんで、ちょっと。多分ね、あの視聴者の皆さん、それでいいですよね。はい、これ、後で OKOK って出てくるから、うんはい。もうちょっとね、簡単にしようかと思ったんだけど。夜、うん。そう。夜もっとね、簡単にしようかと思ったけど。夜。ちょっとさ最初の、うん、さっきのにね、ちょっと対抗してみて、ね。なるほど。削ってみた、いろいろ夜丸、うん、夜丸丸が、うん、まあ関係ない、うん、モーニング娘。丸みたいなもんおしゃれおしゃれ雨、うん、雨、うん、夜、生き物、うん、連想する名前は夜に見る生き物かな雨の日にパスタちゃん答えちゃったら連帯責任になっちゃうからね気をつけて、うん、え、でも今日、いやいや、ね、今アジアンタムチームアジアンタムチーム勝ちたくないの勝ちたくないのスポンわーってもしかしてでもカエルが近かったんですかねさあでもまあ生き物、うん、生き物、うん、ダメだよヒント3つまでってもう向こうが提示してきた向こうが提示してきたんですよそれ以外のヒント出しちゃったらダメだ生き物が出てるか生き物は出てる、うんでもあれじゃないよね、うん、あれは違うんだよ絶対 OK ってきてよ OK 何が OK 何が OK 何が OK なんだはい、カズマさんの言う通り、はい、いいね何が私、うん、夜何見る姉さん、尺があるんでちょっと早くしてもらっていいですかもう歌ったから大丈夫だよ、私たちはなかなか、うん、最初のイメージが強くなっちゃってるそうだねあ雨がね、うんうん、あ雨、違うんだちょっと待って、雨が違うのかなって思ったんだ。これ引っ掛けなんだこれ。中田朝子だけのワンカメで映画持ちますか。みんな映して映して。なかなかこれイメージでこうやってやったよこれって。ね、そうだよね。こう時間のない中頑張ったんだから。ゲストタイムに時間を引っ張ってほしいなできれば。MC が時間引っ張ったらよろしくないな。さあ、はい、嵐。じゃ正解をちゃんと言ってください。ちゃんと言ってください。自信持って。はい。ノリじゃなくてしっかり言ってください。自信持って。正解は違うな、はい、早くあのジャニーズの方の嵐アイブーお正解は
コウモリです。あもうこれコウモリしかないもんな。雨モリガサとかする雨に効く。雨じゃない、うん、雨に効く名前。傘の方か、コウモリ。いやもうこれはもうコウモリしかないね、答えが。もうこのヒント3つだったら。秋も、あ、そか、夜、あ、そっかそっか、夜行きます。おお、素晴らしい、わかりました。まず罰ゲーム決定です。やめて言って言って。じゃあ視聴者の皆さん、これから、ね、罰ゲーム募集しますからね。あの僕が問題出してる間にあのぜひたくさん の、ね、あの罰ゲーム要素を、ね、ライブ行きましょうか。いう、ね、はい、ライブに。じゃあ、ね、あの皆様が書いてる間にライブに行きましょう。僕があのもう一問出しますから。ライブに行きましょう。これあの答え時間ないからライブに行かない。答えサクッとやりますからね。時間がないからライブ行ってくる。ちょっと静かにしろよ。私が MC なんだよ。投げちゃった。中田さんのボールコーナーですよ。ゆっくりください皆さん。見えてない私ばっか。皆さんビートルズの裏は常にこんなんですから。違う、ビートルズスカイプだから合ってないです。じゃあ佐藤の問題いきますよ。まだやる、僕でちょっとあのフリップがあんまりなかったので、ちょっとあの、はい、ヒント先にあのちょっと狭いんですけど、いきましょう。はい、ちっちゃいな。ポンコツ。ヒント1ポンコツ。さあ1ポンコツ。1ポンコツ。サスちゃん答えちゃダメだよ。はい、中田あさこさんにですからね。ポンコツ。みなちゃん。なんで私なんだよ。さっき言ったじゃん。ダメさっき自分の仲間入りって言ったじゃん。ヒントに行きますか。ヒントに行きます。あ、取れた。ギター。ここまだみんなでもハマってる。ほらハマってる。やっぱりみなちゃん。みんなでもハマってるよ。中田あさこさん、答えてください。早く巻きですから。みなちゃんじゃないんですか。中田あさこさんに今問題出してるんですよ。誰だっけ、ギター弾き語りでポンコツな人。ちょっとさ、今みんな私にさ、言ってるよね、こう感じで。言ってる。みなちゃんじゃないの。いや、違う。今のせいが2つ目の答えですか。違いますよ。じゃあ2つ目の答え、お願いします、早く。え、だって違うっつったの。違うんですよ。チャイナスクエア。チャイナスクエア、残念でした。何の話。え、これだけ。ポンコツチャーハンを作ってくれた。これちょっと俺、本当ちょっと問題難しくしすぎたかな。ちょっとごめんなさい、ちょっとあの3つ目もね、ちょっとすごい分かりづらいかもしれないんですけど、あの、ちょっとじゃあ3つ目のヒントいきますよ。いきます。ニットボ。誰だろうな、ちょっと。これは難しいな。問題難しくしすぎちゃった。これは難しいな。ちょっと問題難しくしすぎちゃった。すげえな、これ。ちょっと、姉さん答えられるかな。これ、答えられる。え、だってちょっと姉さん周り見て、ニットボいないでしょ。ちょっと、分かんないな。答えられるのか、姉さん。ジャケットとかにニットボの人いない。ニットボ探して。ニットボの人いない。あ、いた。あの、若林美樹。ニットボの人。そう。あれ、ニット。残念ながら、若林美樹ちゃんポンコツじゃないんです。ニットしかも若林美樹ちゃん、あの、ギター弾かないんです。残念。どうかな。残念。ニットっぽい。残念。マリナちゃん。皆さん巻き込んでることに気をつけて。今一応お題ポンコツ入ってるから振る人に気をつけて。え、何ですかね。え、ちょっといや俺もちょっとね、今回難しくするんだな。ここ姉さんっていう人ですか。何ですか。ここに書いて姉さんでいいんですか。答えが罰ゲーム2つになりますよ。え、何でですか。だって今皆さんね、2つね、あの出てたら2つ強行しないと、2つ間違えたら出て罰にですか。ひどい。ほら、姉さんっていうのは私も入ってるんです。何ですか。私も入ってるんです。何ですか。答えしか聞きませんよ。ヒントは3つって言ったのはそちら側ですよ。でもこれ問題作ったのアスポンだけど、ね、違うよ。アスポン壁がいいって言ったら巻き込みにできた。仲間はどうした。雨のせいにし、雨のせいだね。雨のせいだ。何も上手くないから。えちょっと中田さん、ちょっと尺があるんで、とりあえず、じゃあとりあえず不本意だけども、不本意だけども、ちょっと大きい声で言ってくださいね。多いだけども、中田あさこっていう人ですか。はい、カメラさんいいですか。はい。あれ、ごめん、はい、大正解。やめてー。やーっと、せっかくわかんないように作ったのに。
じゃあ当たったか1対1だね。1回ですよ。1対1。1回罰ゲーム。1対1じゃない。これ問題を出す方は別に罰ゲームなんて話になってないですよね。答える側が答えられなかったらっていうふうに最初はそちらのお題でおっしゃったことですよ。私も言っていいんですか、じゃあ。ちょっとあの演奏の方が。私も問題を書いていいのかな。順番は MC の方はどうですか、振ってください。え、じゃあ逆にしましょうか。皆さんからです。じゃあ頑張りますね。皆さんまだ罰ゲーム募集してますからね。MC じゃないでしょ。まだ罰ゲーム募集してますからね。男装コスプレでやって。男装コスプレって何、うん、MC さん、ここグダグダにしちゃいけない時間ですよ。え、違う、今読んでるんですよ、うん、今、はい、このちゃんと拾ってあげて、名前呼んで。名前呼んで、ちゃんと拾ってあげて。え、うん。なんか盛り上がってるね、うんうんうん、やっぱり皆様ね、中田麻子の罰ゲームに関してから急に盛り上がり始めたよね。いやいや、そんなことないですよ。いや、みんな違うところ、うんうん、ほらほら、かもやつさんかもって言ってるよ。ポンコツポンコツ、ポンコツギターってことですか、かもやつ。誰だろう、ほら頑張ってって、謎の拍手ね謎の拍手。どっちで MC だったか。皆さんもっと罰ゲーム送ってきていいですよ。いや、送らなくていいでしょ。モノマネとかあるでしょモノマネとかあるでしょ。モノマネとかとかです、とか。僕は誰のモノマネとは言ってないですけどね。モノマネなんてベタすぎて、うまくないからつまらないよね。一発芸とかベタな感じだよね。ベタだもんね、うんうん、ほら、つないでつないで。通信よりも難しかったな。東大の入試。東大の入試を少なくとも受けてるわけですね、この人。すごいですね。ちょっと東大の入試受ける人がこの番組見てるんですか本当ですか、本当ですか、あの番組本当ですか。ちょっと番組間違ってますよ東大ね、うん、はい、うん、では皆さんお願いします。よっ、よっ、
とうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どこかでかな。お好きなところで。でもいやさ、なかなか歌を感じられるのはきついですね。でもすごい好きですよ、みなさんが。ありがとうございます。なんか切ない感じが。ね。うん、ガシガシ弾きたい。ガシガシ。弾きたい。そういえばあれだな、あの、うん、テーマに書いてくれた人いるんですか？12月にやり残したこととか、うん。書いてくれた人いらっしゃいましたよ。結構前だけど。本当。読みます。どこだろう。あ、これここまでしか行かない。あら、ちょっと見れないね。見れないね。見れませんな。下まで行かないね。行かないんですな。行かないですね。なんかやり残したことあります？やり残したこと。今年。うん、あと1ヶ月ですよ。やり残したこと。うん。悔いなく。悔いはないかも。お、それいいか、理想的ですね。なんかね、さっき書いてあった人でね、うん、ちょっとお名前誰か見忘れちゃったけど、うん、大掃除って書いてありましたよ。まだこれからじゃない？これからね、できますね。まだ間に合う。うちもやらなくちゃな、うん、本当に。朝子は特にね。やらなくちゃ、どんどん物が増えちゃって、ね。ちょっと足の踏み場が。断捨離午後しましょうか、ね、断捨離。あ、いいね、断捨離。断捨離の本はね、何冊か持ってる。それは持ってますよ。断捨離の本を読んで。何冊もある。何からやんだろうなってこう言ってってね。いらないものをピックアップして全部捨てましょう。うん、ね、そう。そう。というわけで、ね、うん、準備できています。一曲ずつこっちに倒してもらうんですか。一曲ずつ。聞こえない。ああ、ごめんなさい。では、お願いします。Thank you.
すが。さすが。迫力がすごいですね。さっき教えてもらったやつです。これバチ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 。なかなかあれですね。あ、ワリパパさんだったんですね。俺だっつってね。俺だ。どうでしたか。あの大掃除ってね。私は穴、中央が穴のクッションが欲しい。なんだこれは。穴のクッション。なんだ、なんかそれしか行かない。あ、なんかドーナツクッションみたいなってことですかね。みたいじゃないですかね。うん、どこ、どこ。あ、ドーナツ型の丸。あー、あー、あー、ちょっと。ご準備よろしいでしょうか。はい、ちょっと待って。はい、うん、まだあったんだ。はい、はい、はい、大丈夫ですね。大丈夫ですか。はい、では2曲目よろしくお願いします。
と。長渕です。長渕か、それは。なんか掃除の話題してたから、掃除のおばちゃんのやってんのかな。長渕です。罰ゲームということで何かしてくれるんですかね。ちょっと期待してるんですけど。私中田作じゃないです。あれ、あまためんどくさいキャラクターまためんどくさいやつ作ったぞ。ニット帽かぶってないですし、ニット帽とか、あれギターは好きなんですけど。ここにちょっとニット帽 ありましたけど、うん、私なんじゃないです。で今ここにいらっしゃるのは少なくともポンコツさんではないということですね。そうですね、ポンコツでもニット帽でもギターはギター、はい、いやギター、ギター、ギターあるけど、ただ長渕を愛してるだけです。じゃあ長渕なんかやってくんないのかな。長渕やってくんないの、やってくんないのかな、なんか期待してたのにな。ちょっと一節くださいよ、さすがに。なんですか。長渕さん、長渕さん、モノマネじゃなくて、あなたはそういうキャラだという。キャラなだけです。押し通す、押し通さないです。それで軽いフォークとか歌ったりはやんないです。フォークですか。フォークでしょ。その格好フォークじゃない。逆に聞くけど、それでフォークじゃないな、設定ミスだ。ちょっと逃れようと、ちょっと頑張って。長渕朝子。いや、なんかやってくんないのかな。なんかなんかやってください、うん、いいですよ、珍しく時間に余裕がありますよ。わすごい、今から自由タイムですよ。どうします、何やります。ちなみにじゃあ、まあ、あの僕もちょっと大人なので、一つ罰ゲームを中田麻子さんが自らやってくださったということで、すごい僕はちょっと感服いたしまして、うん、いいと思う。ただ、ね、あのリクエストがあったので、ね、リクエスト、ね、ちょっと前にあったんですよ。小笠原の風って書いてあったよ、リクエスト1個、ねうん、大体ホールドオンミーイエーイ。これね、一回ビートルズやってるので、何も恥ずかしくないはずなんですよ。あ、やってるんだ。オンエアされてますから、やってるんだ、このカバー曲を。いや、なのでもうだいぶ昔の話すぎて、また覚えてないんですよ。何ですか、じゃあ思い出しましょうか。もう100回以上前の、100回以上前の話ですよ。この辺でしたね。なんだっけ、それ。知らない、知らない。これ知らないことはないでしょ。これですね。これが出音です。もう曲は頭の中に流れてますから。皆さん知ってます、中田麻子さん絶対音感があるんで、これ聞いただけでも曲は絶対見えてるから。俺も抱いてホールドオンミーを歌ってもらう。いいですね、一節、一節だけいきましょう。せっかくもう、ね、この視聴者の皆様の、ねうんねね、やっぱリクエストですから、そうです、これをね、あの MC が答えないってどういう番組ですか。ほら、ね、それか、もしかその格好だから MC じゃないと言い張りますか。今私は中田麻子じゃないですを押し通しますか。どっちにしますか。どっちに転がりたいですか、中田麻子さん。ほら、今年最後の大決断ですよ、今。そうですよ。今どっちに転がりたいんですか。あ、じゃあ面白い方にしよう、うん、いきましょう。じゃあ聞いてください、泣いてホールドオンミー。歌詞ない。一節だけですよ、もう一度、はい、うん、ほどみです。ドア玉の詩だけ。ドア玉ね、いきますか。ワン、ツー、スリー。あ、ちょっと待って。リバーブもなおかつせっかくだから、リバーブ入れるよ。ほんと一節でいいですか。いきますよ、うん。愛がない男ね。ちょっと待ってたよ。照れたよ。ちょっと中田麻子さん照れたよ。待つからじゃん。もうちょっとはっきりやってくださいよ。んちゃってやとこ。もう一回じゃん。んちゃってとこさ。んちゃ。え？節は分かりました、ね。もう一度好きっての方どうに。サビ。もうこれ今歌ったじゃんね。もう一度。今歌。サビがいいですか。サビじゃないですか。もういいよ。もういいでしょ。サビはね、ちょっとね、これキーだけよ。ちょっとサビなんですよ。ここだね。ここだったね。カズノ君が歌ってるのはちょっとできないよね、逆に。やばい、カズノさんの弾き語り見たいな、ね、ほらほらほら、
ちの方が面白いよ。あ、じゃあ行きましょうか。そっちの方が面白いよ、笠君も。これ、皆さん覚えてますか？中田麻子、最近人に転嫁するのが上手くなったって。ここですよ、今。今ここですよ。でも今、ほら乗ってきたもん、ね。ほら、でもここにいる皆さんは、今日は僕の味方をするっていう方に言って。珍しくないでも。でも、笠君がもしさ、大体ホールドンミング立ったらすごくない？どっちに転ぶかで、俺は。あのちょっと見てみてもらえ。待って、怖いんだけど。場合によってはルミコに言うぞ。え、でもルミコ怖くないじゃん。ルミコに言われたら困るから、じゃあ。え、どうも。朝ポンに行こうかな。朝ポンやってほしい。じゃあちょっと改めて聞きます。改めて聞きます。ミーナさん、どっちに行きます？今ちなみに僕が抱えてるのはミーナさんのギターですけど、うん、どうします？あ、でも絶対しないから。絶対しない。たまには見たくない？そういう姿。あ、けど全力で見ますね、それを。あ、なるほど。今はいい。ってことは今はどっちですか？じゃあみんなの前でやるってことだよ。諦めましょう。みんなの前でやるんだね。カズマくんはナイトホールドオンミーを歌うんだね。へえ、それ楽しみだね。それはいいじゃない。お客さんの前でね、ナイトホールドオンミーをいつか歌うことになるんですよ、カズマくんが。めっちゃ練習の時間ないからもうさ、じゃあドアタマだけもう一回行きましょうか。ハッピーバースデーのコーナー行きたいんだけど、リバボーカーですか。 Oh no, hold me, 愛がない男ね。え、ちゃんと歌ったじゃん。ちゃんと歌ったね。ちゃんと先が聞きたくなってきてしまったのは、ほらサビでしょって言ってるよ。じゃあちょっとあの先にあのあれですね、あの告知ハッピーバースデーやってください。え、じゃあこの格好でやりたくないっす。もう終わらせてください、早く終わらせてください。そこでやんないでくていいよ、終わらないで。今じゃない、ちやらないんですか。やあっちでやるんだよ。あっちでやるけど、どうぞどうぞ。もう早く終わらせたい。生歌バージョンもあるじゃないですか。はい、終わり生歌でいきましょうよ。終わりです。じゃあ、はい、どうですか、スタッフ生歌でいいんじゃないですか。行きましょうか、じゃあたまには生歌パターン。何が何が好きだって。じゃあ行きましょうか。そっち行くんだ。じゃあパサちゃん、つないでほら、今相方がやるんで。え、ちょっと朝子いなくなっちゃったな。どうしようかな。何も喋ることない。あ、じゃあ先告知しちゃおうかな。行きましょう。行きましょう。アジアンダムの告知をさせていただきたいと思います。いや、準備取れた。言うかな。あれ？どこに書いたか分かんなくなってきた。あれ？あ、来た。行きます。はい。12月14日、月曜日、赤坂グラフィティにて歌います。そして12月22日、火曜日、真昼の月、夜の太陽。はい、そして、年明けて1月5日火曜日赤坂グラフィティ、そして1月14日木曜日初めてやります、渋谷ラストワルツというところで歌わせていただきます。よかったら皆様遊びに来てください。大丈夫ですか。あ、大丈夫です。気になっちゃった。あ、おかえりなさい。おかえり。さっきね、変なホークシンガーが来てね。本当に。そうなんだ。そう一時期ジャックしてたの。あ、そうなんだ。誰だろうね。え、中田さんの告知は？中田さんの告知先やっちゃう？先やっちゃってください。本当ですか？中田さんの告知ね。これかな。私なんでここに座ってんの？あかな？おかしいな。カズマくんの席だ。早くしてください。はい、ストライブあります。はい。12月14日じゃない、それアジアンタムだ。12月10日木曜日、元住吉パワーズさんで、山田由香さんのイベントに出演させていただきます。12月18日は銀座ミーヤカフェさんで、ソロライブ。そして12月31日はここいよぎチャイナスクエアにて、南さやちゃんと中田麻子の年越しカウントダウンライブ、サブタイトルはチャイナ服で年越しチャイナということで、チャイナ服着ます。お、はい、おすごい、はい、なのでぜひあの年越しお暇の方はぜひ一緒に年を迎えませんか。はい、そして、年を迎えた途端に追い出される。そうですね、2時頃に追い出されますが。で、1月29日は赤坂グラフィティさんで小川えりちゃんの新 OL バンドワンマンライブ
にオープニングゲストで出演させていただきます。そして私ここでは OL の服を着て出るらしい、コスプレの嵐になっておりますので、よかったらレアな中田を見に来てください。そして、和真くんも後で言うと思いますが、中田麻子、佐藤和真、島雄介、新ユニプロジェクトモラトリオという名義でシングルを出しました。モラトリアム症候群というね、私は歌ってるだけですが、和真くんが詩と楽曲アレンジを担当しております。はい、やっております。ぜひぜひぜひ聴いていただきたいです。はい、以上。はい、そのまま。はい、私はどれだろう。はい、ミーナは12月7日の月曜日なんですけども、恵比寿天窓スイッチで8時20分から、私出演となっております、はい、次、はい、はい、次で、これですね、今日歌ってませんけども、ちゃんと歌う日がございます。そうだよね。もうね、歌いたいですよ、今日だって。はい、12月13日日曜日、高田の馬場四谷天窓さんで昼夜と一日借りてワンマンやりまーす。イエーイ。はい、昼のブルーと夜のホワイトというタイトルで歌わせていただいてまして、昼と夜と、弾き語りプラスバンドでやらせていただきまーす。イエーイ。はい、まだね、夜の方も昼の方も空いておりますので、ぜひぜひ行けるよという方ご予約ください。でも昼はもう残りわずかなんでしょ。あとで10ぐらいは入るかな。はい、そうなんですよ。でまだね、おすすめありまして、あるんですよ、もう一本。12月の27日の年末の日曜日なんですけど、お昼から、下北沢ハーフムーンホールというところで、これがですね、私の企画の対バンになってまして、バンドの対決をやらせていただきます。でメンバーがですね、メンバーというかの対バンが、まず鈴木ゆりえちゃんで、ここでもよく出ているみたいですけど、鈴木ゆりえちゃんと、あとチャルケンくん、チャルケンと、あとですね、タラチネユウコさんという名前がどうなんだろうっていう感じなんですけど、このままこっちにパンしてるって言ってた。MC2 人が自由すぎるから。すげえプライベート組や、これ映してほしかったな。はい、言わなきゃということで、この日もバンドでやらせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。はい、以上です。はい、じゃ佐藤、ちょっと中田麻子が出てきちゃった。佐藤さんどこにいらっしゃるんですか。佐藤さんは、まずこれですね。はい、新譜が出ました。2015年11月21日リリース、ビートルーズ、これは先ほども言いましたように、ネットラジオビートルーズの、BGM、サウンドトラックになります。4曲入りで、今日聴いた3曲は全部入っておりますので、明日からかな、ネットでも注文ができるようになりますので、詳しくはオフィシャルサイトの方によろしくお願いします。はい、発売してもいいんですけど、こちらですね、なぜか同じタイミングで11月21日発売になりました。モラトリアム症候群、先ほど姉さんがおっしゃってくれたように、作詞とアレンジ担当をやっております。それから、こちらですね、札幌都ライブ情報はオフィシャルサイトまで、こちらの方に先ほどの、ね、通信販売のコーナーもありますので、ぜひぜひこちらの方にいらしてください。今日はありがとうございました。拍手が起きない。はい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 、はいよ。MC がフォローしてくれない。だって MC 席にいるんだもんね。じゃあ、いきますか、はい、ハッピーバースですか、うん、はい、揃いましたか。ハッピーバースデーだ、ハッピーバースデー、いいね。12月だった。そうです、12月生まれの番組出演アーティストさんや、ユーザーの方ね、うん、はい、結構いらっしゃるんですね。もう一人いなかったですか、お客さん、なんだっけ、岡田さん、岡田さん、なんか書いてあった、
日だっけ17かなだっけ、さあ今下ってますよじゃあこ今日多いですね今月これ全部じゃあ、あのアスポンがあ読んでいいの今日はあるアンプラグのバージョンではいはい、じゃあいただきますか。はい、とりあえずはワンコーラス歌いますんで、その後、はい、どんどん言ってきてください。うん、はい。なんか変音。チューニングしますか？チューニングしとかないと。うん、ちょっと、はい、あ、これどうやって使うの？それね、ポチッと後ろ、ポチッと後ろ、ポチッと。そう。よく言ってくれたレッサーパンダ、MC の2人、お客さんモード。そう今ね、こっちから見ると本当そうなの本当そうなの、ちょっとパンして、もう本当に。ちょっと待って、もうね、すごかったんだから、さっきの状態。やばかったんだよ。すげえやばかったんだよ。ただ、ここだけ見るとすげえ音楽番組っぽいな。あ、本当だ。ね、今この感じで、うん、あのなんか、ギターに、新しい福山さんの番組っぽい。ここにお酒とかあったよね。すげえそれっぽいのに。あざす。ざす。結構じゃあ行きましょうね。はい、はい、お願いします。じゃあ12月生まれの皆さんに向けてハッピーバースデー。ささやかだけど僕から君への贈り物を一年に一度きり大切なアニバーサリーデイ、いくつになっても明日の僕らは輝いてる。斜め上を向いてその目を見開いてごらん。Birthday to you 愛されて君は生まれた。 Happy birthday to you これからもずっと愛されてく。昨日までの日々を映し出したキャンドル未来へ願いを込めてさあ吹き消して23日、先月
出演いただきました岡田茜さん、おめでとうございます。はい、そして24日朝日さん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、25日マリカさん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、28日夏目しおりさん、かっこしーやんさん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、30日かばしまえみさん、おめでとうございます。おめでとうございます。最後、31日メラニさん、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、皆さん、おめでとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。全然いい、自分の森です。いやいや、笑わなければ大丈夫。笑えない。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いいよ、はい、すごいよ。はい、もうタイムキープ完璧。うん、あ、いいよ、いいじゃないですか。それなのに。じゃあ、元の場所にどうぞ。ゲストですから。あ、そういうことか。あ、じゃあこれ私も。はい、音楽番組僕しようよ。音楽で締めますか。音楽でどうします？そうだよね。プレゼント抽選とかありますけど。抽選あるね。うん、え、これ私が何5分過ぎたらまた罰ゲームします。当たり前ですよ。そうです、当たり前ですよ。で、最後終わってからにしましょう。延長して罰ゲームです。また延長させてください。今これ、早く巻いてくれ、巻いてくれ、抽選しちゃおう。これ延長前提なんで早くしないと。抽選しちゃおう。番組当選、番組プレゼント当選、抽選当選者を、うん、抽選を、じゃあ、あ、みなさん引いてもらいましょう。じゃあ引いちゃいましょうか。ズンズンと、ズンズンと言います。はい、はい、いきますよ。じゃーん。あ、無事です。無事です。カジニーさんですね。カジニーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これはということで、先ほどね、お伝えしたステッカーとか、はい、うん、いける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 、
初めて、はい、はい、どうぞ番組の告知を、あれ私が言うのか、はい、番組の告知、はい、どうにかなの、おアドリブ聞かねえぞやべえぞ台本あれ、ね、はい、ちょい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 、西武新宿線よげよげから、はい、そうですね、クラブパルヘジアは毎週火曜日夜8時から、はい、西武新宿線よげ駅南口徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナスクエアにて配信しております。回覧観覧無料ワンドリンク500円です。皆さんで、ね、楽しいやろう過ごしましょう、はい、音楽番組っぽいね。そして